はいどうも、MK2 のまちでございます。というわけで、先日発表がありましたね。 NHK 紅白歌合戦 AKB48 の歌唱曲が決定いたしました。はい、というわけで、今回 NHK 紅白で歌う AKB の楽曲は恋するフォーチュンクッキー紅白世界選抜スペシャルということでございます。まあ今回も恋チュンということでね、まあ紅白で事前にこう先行発表っていうのはなかなかないらしいんですよね。で、恋するフォーチュンクッキー紅白世界選抜スペシャルということで、 AKB48 とね、世界8都市のエースが集結して披露するということになっております。バンコクの BNK、チェンマイの CGM、そしてホーチミンの SGO、 あとはジャカルタの JKT、そして、マニラの MNL、 そして上海のチーム SH、台北のチーム TP、そして、デリーの DEL48 というこの8都市ですね。来るメンバーも決まっているということで、 BNK はモバイルさん、 CGM はシータさんで、 JKT はシャニー・インディラ・ナティオさん、そして MNL はアビーさん、SH はネンネンちゃんかな、で TP はピンハンちゃんということで、 SGO と、ね、DEL はちょっとね、自分が調べてもなかなか情報が出てこなくて、分からなかったんですけども、まあ、世界のエースがね、あの一つの場所に集まるっていうのはなかなかないと思うので、まあ、今回ね、こうファンからするとすごい楽しみだなというふうに思うんですけど、まあね、今年の歌唱曲は個人的にはね、サステナブルなのかなって思ってたんですよ。で、矢作さんセンターで普通に見たいなっていうのもあったので、まあ、最後っていうのもありますし、まあ、ただね、やっぱりこう一般的に AKB のここ最近の代表曲ってなると恋チュンなのかという感じというかね、まあ、ちょっと今年の楽曲ではないのがうんっていう風に思っちゃいましたけどね。まあね、あのファン以外の人から見たらやっぱ恋チュンが一番ベストなのかっていう風な感じなのかなと個人的にはまあ納得しましたけどね。先行で発表されたわけですけども、乃木坂、欅、あとは日向坂、何歌うのかっていうところもね、やっぱり気になるところでありますよね。まあ、あの乃木坂46は夜明けまで強がらなくてもいい、あとはもしくはシングアウトなのかなとか、欅は黒羊だろうなとかね、日向坂はキュンかなと、まあ、個人的にはね思ってますけどね。まあその辺もね、随時発表になってくるのかなというふうに思うんでね、それをね楽しみに待とうかなというふうに思います。世界のエースどんな感じなのか、まああのモバイルちゃんとかね、その辺は結構有名だと思うんで、自分もわかるんですけど、ね、他の子ですよ。あんまり多分、日本の48ファンからするとね、あんまり親しみない人もいるのかなっていうところも考えると、ちょっとね、これ、今回のね、紅白、注目かなというふうに思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。